浅井良医おとぎぼうこ菅野十一土佐の国犬神不近さんより土佐の犬神土佐の国の旗というところでは土民が数代にわたって犬神というものを持っている。犬神を持った人が他の土地へ行って他人の小袖や財宝道具など何であれ欲しいと思う心を抱くとたちまち犬神がその所有者に取り付いてたたりを出す。大熱を発してもだえ苦しみ胸や腹が痛むこと霧で刺されるがごとくまた刀で切られるがごとくである。この病を癒すにはその犬神の持ち主を尋ね求めて欲しがっているものを与えるしかない。さもないと久しく闇伏せった末ついには死に至ることになる。かつて土佐の国主がこのことを聞いて旗一号の周囲を垣根で取り囲んだ上で火をかけ土民ことごとく焼き殺してしまった。以来犬神は途絶えたはずのところが稀有にして生き残った一族があって犬神はこれに伝わり今もあるという。犬神の持ち主が死ぬ時犬神は家を継ぐべき者に移る。その様子をそばにいる人は見るらしい。大きさ米粒ほどの犬で白、黒、まだらなどの種類がある。死んでいく人の身を離れて家の跡継ぎの懐に飛び入るのだそうだ。そうして犬神持ちとなった人はやりきれなく思うものの受け入れるしかない。それは自分の力ではどうにもならない持病なのである。中国でも呪詛の祈祷や秘法が盛んに行われる土地があるという。その地で金山という持病を持った人がそれを他人に送り移すことがある。黄金と錦、かんざしのタグ、他様々な重宝類を道の左に捨てておく。誰かがこれを拾って家に帰れば金山の病が移る。金山は形は蚕にして色は黄金のようだ。人に取り付くと初めは 2,3 匹だが徐々に多くなり家中に満ち満ちて人の身を苛むようになる。打ち殺しても尽きることはない。拾った黄金、錦などことごとく失って後病は少しずつ癒えるのだそうだ。以上、浅井良医おとぎぼうこ菅野十一土佐の国犬神不近さんより土佐の犬神をお届けいたしました。今日が明日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内にあやかし語り語り部の行庵と申します。はい、ということで今夜も始めさせていただきたいと思います。本日は12月2日、第22の口が回らない第22夜のあやかし語りをお届けいたします。今日寒かったですね。ですね、今はちょっと私の住んでるところはですね、冷たい雨がずっと降ってるんですけれども、熊谷の埼玉の熊谷ではですね、今年初雪を観測したということで、夕方のニュースを見ていた息子が大声上げて叫んでましたけれども、まだねこちらの方は雪にはなってないようなんですが、ちょっと朝起きてねちょっと白くなってたら嫌だなと思うんですが、我が家はねアパートの2階の角部屋にあるものですから、
うちの前が階段なんですよ。なので雪が降るとうちが必ずこう雪かきをしなきゃいけないので、いろいろと大変なんですよね。でまたね、うちの相方さんが夜中に仕事、夜中というか、まあ、夕方に仕事に行きますんで、あのうちとね雪が階段積もってる状態ですと危ないので、ね、うちの相方さんが仕事行く前に必ず雪かきをするんですが、これがまあなかなかの、まあね、あの雪国に住んでらっしゃる方からしてみたら、そんなのちょちょいのちょいじゃないのよと思われちゃうかもしれませんけれども、あの普段雪の降らないところに住んでるので、あのちょっとね、積雪何センチとかって言われてしまうとすごい焦ってしまうんですけどね。すいません、今日寒かったんでね、ちょっと夕方ちょっと前ぐらいからずっとエアコンをつけてるので、あのなるべくね、あの部屋の中に洗濯物干したりとかね、あの あったかいじゃないですか、そう、湿気が部屋の中にこうあるようにしてるんですけれども、やっぱりねちょっと空気乾燥してるんでしょうね、まあ、喉が少しガビガビします。ちょっといつもよりか、あの咳払いしたり咳込んでしまったりする可能性もあるかもしれませんけれども、あの見逃してやってください、はい。で本日ね58番の整理整頓な人さん、風邪ひいたので今日は聞くだけにしときます、またいずれということで、はい、ね、もう今日寒いですしね、空気も乾燥してますので本当に風邪ひかれてる方多いんじゃないかと思うんですが、あの暖かくして栄養とってゆっくり寝てください、ね、あの番組聞いてる場合じゃないですよ、普段ほら夜遅くまで起きて朝早いんですから、こういう時にゆっくり休んでいただいて、また元気になったら掲示板の方へ遊びに来ていただきたいと思います。すいません、それとですね、ようやく、アーカイブの方ですね、ぼちぼち作り始めまして、で現在、データの残っております7夜からですね、第7夜の放送分から、YouTube の方に上げさせていただいております。ですね、これが7夜なので、11月6日の12時からやった分ですね、携帯小説サイトのいちごさんの、昆布焼きさんから、許可をいただきましたね、たたり実際にあった出来事の伝承話という、ものとですね、しまった、今見てて気がつきました、アーカイブのね、あの朗読内容のところに、あのその日読んだ朗読何だったのかっていうのを書き込んでるんですけれども、一本ね入れるの忘れてましたね、やばい。そうですよ、この日は一番最初にコアバナサイトから一本祖父の話というのを入れてたんですね、通りでやけに少ないなと思ったんですけど見逃してました。で、7夜と8夜の放送分ですね、11月10日12時から放送させて、まあ、10日というか11日の朝、明け、いや夜中ですね、に放送させていただきました、第8夜の分を2本ね、アップロードさせていただきましたので、あやかし語りをちょっと検索していただければわかると思います。なんか現在の、ね、7人ってことだった、1回私が確認のために見ましたからね、6回再生していただいているようでありがたい限りでございます。で、1話から6話までがですね、この時あの iPhone から、手で iPhone を支えて、配信しておりましたもので、ちょっとこちらの方に音声データが残っておりませんので、またこれはね、なるべく近いうちに録音し直しまして、またこのようにしてアップロードさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で本日はですね、しまった、なんで私今日しまったしまったばっかり言ってる、ちょっとノートの方に書き込むの忘れてましたね、掲示板の方に書かせていただいたんですけれども、本日朗読させていただきます作品がですね、座敷浪人の坪倉、怪しい古典文学の壺より
浅井良医おとぎぼうこ巻の11土佐の犬神、これ1本目に読ませていただいたお話です。と、今昔物語集巻第29第25時間を取るというものをですね、座敷浪人さんのサイトの方から読ませていただきたいと思います。もう1話、これはですね、ちょっといろいろ探してきましてですね、そのまんま読むわけにはいかないので、私がちょっとね、いろいろと付け足したりさっぴったりとかして、編集させていただいたものを読ませていただきたいと思うのですが、鍋島の猫騒動を予定しております。またちょっとね、時間によっては読めたり読めなかったり一本プラスしたりとかっていうことがあるかもしれませんけれども、でもね、今日寒いですからね、なるべく早めに終わりにして皆さん風邪ひかないようにゆっくり休んでいただこうかなと思います。もう明日月曜日ですからね、日曜日の夜にネトラジ聞いてて月曜日風邪ひきましたってわけにもいかないでしょうから、今日はね、読み終わったらすぐに寝れるように私もパジャマ着てスタンバイしておりますのでね、皆さんなるべく早く暖かい状態でお休みいただけるように放送の方も頑張っていきたいと思います。はい、ではですね、2本目のお話に行きたいと思います。今昔物語集巻第29第25丹波の神貞盛時間を取る5より時間を取る。その昔、平貞盛という武将がいた。貞盛が丹波の神として任国にあったとき、悪性の腫れ物を患ったため京都から極めて名高い医師を呼んで診察させた。これは放っておくと命に関わります。焼き傷が元になった腫れ物ですから、時間という薬で治療しなければなりません。時間とは胎児の生き肝で、飛躍中の飛躍ですが、日が経ってもっと悪化するとこの薬も効かなくなるでしょう。できるだけ早くお求めになりますように。医師はこう言って病床から退場した。貞盛は我が子の左衛門の字を読んだ。わしの腫れ物を焼き傷だとあの医者は見抜きよった。それだけでも具合が悪いのに、さらに時間を求めれば、わしが傷を受けて患っていることが広く知られてしまう。なんとか世間には隠しておきたいところだ。そこで考えたのだが、お前の妻は解任しておろう。その腹の子をわしの薬にくれよ。左衛門の城はあまりのことに目の前が真っ暗になり、何も考えられなかった。父の命に逆らって拒むことはできず、早速お取りくださいと答えると、貞盛はそれはありがたい、では取らせてもらうから、お前はしばらく場を外して葬式の準備でもしているがよいと念を押した。左衛門の城は医師のもとに駆けつけた。かくかくしかじかの次第と泣く泣く語ると、医師ももらい泣きして、それはまたあんまりひどい、私がなんとか止めるように計らいましょうと言って、貞盛の館に出かけて対面した。どうですか、薬は手に入りましたかと問うと、つてがなくてなかなか難しい。それでな、左衛門の城の妻が妊娠している子をもらうことにしたわいと答える。それは役に立ちませんぞ、自分の血縁の子は薬にならないのです。早く別のものをお求めなさいませ。なんと、じゃあどうすればいいんだ。貞盛が嘆いて、そばの者に急いで探せと命じたとき、ある男が、飯炊きの下女が解任しております、今6ヶ月ですと言った。おお、すぐにそれを取るのだ。そこで下女を捕らえて腹を裂いたが、胎児が女であったので捨てた。さらに他に探し求めて、
ついに時間を手に入れ、貞盛は生き延びることができた。貞盛は医師に良い馬、装束、米などを数知れず褒美を与えて京都に返すよう計らったが、その一方でこの左衛門の尉を読んで密かに命じた。あの医者を無事に返せば、貞盛の腫れ物は矢傷で時間を用いたそうだと世間に知れ渡ってしまうかもしれぬ。今朝廷ではわしを頼りになるものと思って、江戸の反乱を収めるため陸奥国へ使わす話が進んでいる。こんな大事な時にわしが取るに足らぬ相手にいられて重傷だったなどと噂が立っては、まことにまずいではないか。だからあの医者を何としても殺さなくてはならぬと思うのだ。わしは今日あいつを出立させるから、お前は途中の道で居殺せ。わかりました。容易なことです。途中の山で待ち伏せ、強盗を装って射殺いたしましょう。夕暮れになる頃に医者を出立させてください。よかろう。では私は用意を整えます。急ぎ館を出た左衛門尉はこっそり医師のもとを訪れた。核のごとく父に命じられました。どうしましょうかと告げると、医師は仰天した。ここはあなたのお考えで何とか命を助けください。お帰りにあたっては砲丸台が山までお見送りすることになっています。山では砲丸台を馬に乗せてあなたは歩いてください。そうすれば何とかなるでしょう。先日のことはよよ代々忘れられないご恩と思いますので、このようにお知らせしたのです。医師は手をすり合わせて喜んだ。貞盛は何食わぬ顔で医師を出立させた。午後6時ごろのことであった。左衛門尉に教えられた通りに、山で医師は馬を降り従者のように歩いていくと強盗が出てきた。強盗は馬に乗っている砲丸台を主人と見誤るふりをして手はず通り射殺した。従者どもは皆逃げ散った。こうして医師は無事に京都に帰着することができた。左衛門尉は館に帰り居殺した旨を報告した。貞盛は喜んでいたが、間もなく医師は京都に生きており、居殺したのは砲丸台だと分かったので、どういうわけだこれはと問いただした。左衛門の尉が医師が従者のように歩いているのを知らず、馬に乗った砲丸台を誤って居殺してしまったのですと答えると、そうかとやむを得ないと思ったのか、その後は強いて追及もしないで終わった。このように左衛門の尉は医師に受けた恩を直ちに報いたわけである。一方で貞盛の女の解任した腹を裂いて時間を取ろうとした心は呆れ果てるほど残酷無残なものであった。この話は貞盛の第一の老頭である盾の諸忠の娘が語ったのを人々が聞き継ぎ語り伝えたのである。以上、今昔物語集巻第29第25丹波守貞盛時間を取る語より時間を取るをお届けいたしました。この平貞盛さんという方はですね、平安時代中期の武将で平国家という武将の嫡男だそうです。私これ詳しく調べてませんね。この一行だけざっと書いてありますね。まあ平家一門ということでね、朝廷でもいろいろと、暗いの思いというか、まあ、中心近くにいた人物ではなかろうかというふうに思われるのですが、ね、自分の命を救うためにこの子供の、しかもこうまだお腹の中にいる子供のね、生き雲が必要になるという、確か足立ヶ原の騎乗もあれでしたよね、仕えていた貴族のお姫様を助けるために乳母がその足立ヶ原で、お腹の中にいる子供の生き雲を食わせればその大事なお姫様の命が助かると言われて
その生き肝を取るためにね、こう妊婦を待ってたという、いざこう妊婦が来てね、その妊婦の腹を裂いて子供を取り出してというところまで行ったところで、それが生き別れた自分の本当の娘だったというのを気づくというね、あまりにもショッキングなお話なんでございますが、それと若干似ているといえば似ているという、ね、その矢傷で受けた、その化膿してしまった傷を治すために自分の息子のお嫁さんの子供ですね、だから自分にとって義理の娘になるわけですけど、ね、その自分の息子に対してね、そのお前の女房の腹の中に入っている子供をよこせというふうに言っちゃうあたりがですね、もうそのあたりで自分のことしか考えてないじゃんよというふうに思ってしまうんですが、息子もそこでね、はい分かりましたって答えざるを得なかったのか、この時代は口答えができなかったのかどうか分かりませんけれども、いやなんでそこではい分かりましたって言っちゃうかなっていうね、親心っていうか、まあね、私自身があの母親ですからそういうふうに思ってしまうんですけれどもね、しかもね、こう自分の血縁はダメだって言われて、あの自分の屋敷で働いてた下女のお腹を裂いちゃうわけですけれども、女の子だったからってそれを捨ててしまうという、いやいやもう鬼の修行ですよ。武将と言われるからにはね、やはり生半可なそういう胆力とかですね、精神力ではやっていけないのかもしれませんけれども、それはねもう人として人ではない行いですよね。自分の命が助かるためにこれから生まれてくる命を、ね、犠牲にするわけですから、まあ ねなんだか知りませんけれども、こう胎児の生き肝とかね、そういうものっていうのはなんか万能薬、特効薬のように思われてる節があったのかもしれませんけれども、そこまでしてね、やはり生きたいと思うものなんでしょうかね、人間というのは。つくづく浅ましいなというふうに思ってしまうものなんですが、まあ自分がね、まあ自分がもしくは自分の子供がね、そういうふうになんか重い病になって、でいやもう何の薬も効かない、もうどんなに手を尽くしても治らない、でただ一つね、これだったら治るって言われたらどうするかなって感じですよね。わかりません、私もいざとなったら鬼になるかもしれません、ね、人と鬼との間で随分葛藤するかもしれませんけれども、ただ一つ言えるのは、この、平貞盛のようにスパーンと即決はできないだろうなということです。はい、今日はですね、掲示板が静かですね掲示板が動きませんね、まあ、こんな日もありますよ。あ、そうか、これはそうか、これは1本目で読んだおとぎぼうこの、あ、そう、1本目で読ませていただいたこう土佐の犬神の話ですけれども、後半の方にあの中国の金さんという話が出てくるんですが、これ、日本でも結構有名な、なんて言ったらいいんだろう、孤独ですね、あの虫3つの虫に毒の孤独ですね、金さん、花金さんっていう風に言った、とつぐ、とつぐという字に、金に、解雇ですね、花金さんという風に、書いたはずなんですが、やはりですね、孤独で作られた虫で、それを憎い相手に、まあ、多少の金品と一緒に送りつけるらしいんですよね。でそうしますと、どんどんその金さんが富を呼び込んでくれるわけなんです。で知らず知らずにこうで自分のこう生気を吸われながらというか、命を削りながらどんどんこう家は豊かになっていくわけなんですけれども、そのうちにですね、こう養いきれなくなるわけなんですよ、人一人の命では。でそうするとこう家中のものですね、家人ですとか、それあの使用人ですとかの生気も吸い始めて、どんどん家に不幸を呼び込むようになるという。でそれ、その不幸と引き換えに
その金銀財宝をですね呼び込んでくれるわけなんですけれども、結局その手放すためには自分が金産を手に入れてからこう蓄えた富ですね、蓄えた財産にプラス、利子をつけて道端に放置しなければならないと。だから自分はもう本当に無一文にならなければいけないということなんですね。金さんがいる間にこう集めた財産をですね少しでも持っていると金さんが戻ってきてしまうということなので、もう本当に裸一貫無一文になって、財産とそれにこう利子ですね、幾ばくかの金銀をくっつけて、私が聞いた話ですとこう十字路の真ん中に放置しておくわけなんですよ。でそうしますとその財宝に目がくらんだ誰かが持って帰る、で持って帰るとその相手に金さんもついていくということなんですね。なので、こう憎い相手にですね確実にその自分は手を下さず確実にその不幸を呼び込むということで、あの道端にというかその憎い相手の玄関先とかにですね、幾ばくかの金品と一緒に金さんをくっつけて置いておくと送ってしまうという、そういう方法が取られていたという話を聞いたことがあります。これは割と日本でも有名なんじゃないかな、金色のブヨブヨした蚕の姿をしているんだそうです、それがですねこうどんどん人の命を吸い取ってでかくなっていくんだそうですね。そういう話をふと思い出しました。そうなんです。これ作中にね、家中に満ち満ちて人の身を苛むようになると打ち殺しても尽きることはないということなんですが、どんどん増えていくらしいんですよ。でその大元の金さんも大きくなっていくと、それがどんどん増えていくという形で、こう殺そうと思っても果たして実体のあるものではないので、打ち殺すこともできないというそういう厄介なね、孤独だという話を聞いたことがあります。ね、くれぐれもやんないようにしてくださいね。今ね孤独とか言ってもなかなかねやる人の方がいないでしょうけれども、一応ね日本の法律では呪いによって生じたそういう、何と言いますかね、殺人ですとかその傷害ですとか、呪いとの因果関係が立証できないためにですね一応刑には問われないということになっているらしいのですが、やってね、日本には人を呪わば穴二つというような言葉も残っておりますので、やらないに越したことはないんですよね。自分の中にもやもやした恨みつらみがたまったらもうちょっと健全な吐き出し方をするといいんじゃないかなと思うんですけどね、なかなかそうもいかないのかもしれませんね。では本日ちょっとペースが早いですけれども3本目のお話に移りたいと思います。これがですねちょっと変わったスタイルになっておりまして、前半と後半で、若干話の内容が変わります。というのはですね、この次に読ませていただくのは鍋島の猫騒動というお話なんですが、2つのお話が合わさって1つのスタイルとなって伝承されているというちょっと得意なケースになりますので、1本目が、第1の話ですね。で後半の方が第2の話という風になっておりまして、登場人物も若干変わりますので、少しね違ったスタイルになっております。鍋島の猫騒動。江戸時代初期、二代藩主勝重の時代の話である。かつて肥前の国を支配した龍造寺氏の子孫に龍造寺又一郎という若者がいた。また別の話では又七郎とも言う。又一郎は盲目であったが碁の名手だった。
龍造寺家は天正12年に島原の戦いで当主である龍造寺高信が廃止して後、家臣であった鍋島直重に実権を奪われていた。又一郎は落ちぶれて今や鍋島氏の家臣となってしまった龍造寺家の再興を狙いながら、年老いた母のお政と二人で佐賀の城下にひっそりと暮らしていた。彼の家では一匹の黒猫を飼っていた。この猫は彼の父である龍造寺又八郎が藩主のお供で長崎港の警備に当たっていた時分に買い求められた天竺猫である。又八郎は息子が幼いうちに長崎で不審な病死を遂げたが、天竺猫の子猫はコマと名付けられ、龍造寺家で又一郎と共に育ち、残された二人も家族同然にコマを可愛がった。その頃藩主の鍋島光重は囲碁に凝り、家臣を相手に碁を打つ毎日。藩主の異様なまでの囲碁への熱中ぶりに家臣たちは困り果て、近所頭の小森半左衛門の思いつきで龍造寺又一郎が相手を務めることになった。早速又一郎は呼び出され、城内の一室で藩主光重との二人きりの対戦が行われた。彼と光重の勝負は夜遅くまで続き、決着はなかなかつかなかったが、碁の腕は又一郎の方が勝っていることが次第に明らかとなり、追い詰められた光重は不機嫌な表情をあらわにし始めた。しかしかつて己の家筋が藩主であったという誇りを持つ又一郎は決して光重に勝ちを譲ろうとはしなかった。家臣である又一郎の不敵な態度に光重はついに逆上。些細なきっかけで興奮した光重は刀をつかみ、その場で又一郎を惨殺してしまったのである。正気を取り戻した光重は自分がとんでもないことをしてしまったことに気づき、ただならぬ物音に慌てて部屋にやってきた近所頭の小森半左衛門は又一郎の死体とその傍らで呆然と立ち尽くしている藩主を認めて驚いた。半左衛門は急ぎ死体を庭の古井戸に隠し、このことを家中の者どもに固く口止めをした。こうして事件は闇に葬られたのである。又一郎の母お政は息子が藩主の近くに参上することを喜んでいたのだが、その喜びが不安に変わるのに時間はかからなかった。ことづてもなくいつまでも帰らない息子を心配したお政は小森半左衛門に異彩を問いただすが、知らぬ存ぜぬの一点張りで一向に拉致が開かない。お政は亡き夫の仏前に座り、又一郎の息災を祈り続けた。そして寂しさを紛らわすために愛病の駒を抱いては息子の昔語りなど聞かせ、心配と不安な心情を吐露する日々が続いていた。駒は不思議な猫であった。まるで人の言葉がわかるかのように駒はお政の言葉に聞き入る様子を見せることがままあった。ある雨の夜のこと、その日はどこかへ出かけていたのか、昼間から姿の見えなかった駒が戻り、家人に何かを訴えかけるがごとく泣き騒いだ。あまりのことに目を覚ましたお政が見てみると、そこには血まみれになった又一郎の生首をくわえる駒の姿が。変わり果てた息子の無残な姿を見てお政は事の次第を察した。又一郎は光重に切り殺され、お家再興の望みは絶たれたのである。嘆き悲しんだ母お政は藩主光重を呪いながら自刃して果てた。このありさまをじっと眺めていた駒は何を思ったのか、お政の体から流れ出る血潮を一心に舐め始めた。そして血を舐め尽くすと両目をギラギラと光らせ、又一郎の生首をくわえて降りしきる雨の中に姿を消していった。それ以降藩主光重は夜になると怪しい幻覚に悩まされるようになった。やがて光重は半狂乱になって
病の床についてしまった。奇妙なことにそれは光重の愛称であるお豊の方が近くにあるときにひどくなるように思えた。それに気づいた小森半左衛門は昼となく夜となくお豊の方を見張り、ついにその正体を突き止めた。ある夜、お豊の方は人目のないのを確かめると夜の庭に降り、そのまま普段は見せない背中を丸めた姿で池の縁に近寄ると、そのまま手づかみで泳いでいた鯉をわしづかみにするや、手の中の鯉を頭からかじり始めた。うまそうに平らげると何事もなかったように部屋へ戻り、チロチロと行灯の油をなめ始めたのである。障子に映るその姿は大きな猫の姿をしていた。家来たちを率いた半左衛門は館へ乱入した。そこには目が乱々と光り、口は耳まで裂け、化け猫の正体をあらわにしたお豊の方が、正体が知られたと分かるや、化け物は化け猫は身を翻して館を逃げ出したが、半左衛門はこれを追いかけ、決死の活躍の末この化け猫にとどめを刺した。この騒動によって火を食いた光重は又一郎の霊を手厚く弔い、龍蔵寺の一族も優遇した。そのため死者の恨みを晴れ、やがて彼の病気も回復したという。ある春の日、ここへ狩りにやってきた勝重は白石町秀津にあった彼の別館で多くの客を招き、夜桜見物の宴を開いた。その宴が竹縄になった頃、矢庭に一陣の突風が吹き抜け、その場の明かりがすべて消えてしまった。不意に暗闇の中そちこちで恐ろしい悲鳴が上がり、辺りは大混乱に陥った。再び日が灯されると、そこには喉笛をかみ切られた侍や女中の無残な姿が横たわっていた。それが化け猫の仕業だとわかり、勝重の家来で秩父元右衛門という豪の者が館の警戒にあたることとなった。そして館の庭の築山へ怪病を追い詰め、奮闘の末やっとのことでこれを退治した。見ると身の丈五尺、約 1.5 メートルで尾が7つに分かれた大猫が元右衛門の足元に血まみれで倒れていた。元右衛門は怪病を打ち取ったというこの手柄によって別館付近の土地を与えられた。ところがその後、秩父家では男子が生まれなくなってしまった。それを化け猫のたたりと考え恐れた元右衛門から6代目の子孫久右衛門が別館の近くに祠を作り、怪病を猫大明神と称して祀ったという。この猫大明神の祠は秀津の修林寺に残されている。この寺には秩父元右衛門を祀る祠もある。また佐賀市北川添町木原の秩父家には7つの尾を持つ猫の姿を描いた猫大明神の掛け軸が伝えられている。秩父家の子孫は毎年旧暦11月15日の満月の夜に猫祭りを行い、猫の好きな生魚などを供えるという。なおここに紹介した2つの話がまとめられ、1つの化け猫の話として後世に伝えられたものもあるらしい。以上、鍋島の猫騒動をお届けいたしました。で、前半に読ませていただいた、光重と又右衛門の下りですね、こちらの方が一般的に知られている鍋島の猫騒動ということで、皆さん記憶にあるのではないかなというふうに思います。後半の方のね、勝重と秩父元右衛門のお話の方はちょっとその化け猫の出てくるのがですね、あまりにも唐突で、こう何の因縁があって化け猫がですね、勝重の、宴にこうやってきて、その宴に参加していた人たちを殺してしまったのかですとかね、
そういうところがもう全然わからない状態でいきなり猫が出てきて、まあ追い詰められて、チブ元右衛門という人に殺されてしまうわけなんですけれども、ただね、こう鍋島の猫騒動を検索してみますと、勝重が主人公になっているパターンと光重が主人公になっているパターンとありますね。光重の物語、先に読んだ又一郎の物語ですね、の方のお殿様の名前が勝重になっていたりですとか、そういう風に伝わっているものもありますね。で、まあ、退治したのがですね、小森半左衛門か、小森半左衛門ではなくて、秩父さんの方ですね、秩父元右衛門という風に伝わっているパターンもあるようです。なのでね、なんかこう2つの話がなんかややこしい感じにこう混ざり合ってしまってですね、伝わっている部分もあるようです。でそれを考えるとね、ちょっとこういう昔話もどういう経緯で伝わっているのかですとかね、どういう話が元ネタになっているのかというのを調べるとちょっと面白いのかなというふうに思います。ね、これ調べ始めるとキリがないんですけどね。どうしましょうかね。今日はね、本当に掲示板が動きませんいや、いいんです、いいんです、そんな日もあるんです。いつもはね、まあ、ちょっと途中途中に雑談を入れたりとかしまして、だいたい1時間から1時間半ぐらいの時間で読ませていただいているんですが、今日はね、なんかちょっと雑談がないのでね、スラ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 言ってしまいまして、どうしましょうかね。もう1本ぐらいいけそうですね。ですね、どうしようかな。アーカイブに載せてもいいですよという許可をいただいているものをちょっとまとめて読みたいなと思っていたので、そしたらですね、じゃあこれかな、青空文庫さんの方からですね、泉鏡花の、作品花化けという作品なんですが、こちらをですね、一応私が引っ張ってきて自分なりに現代語訳したものがありますので、そちらを本日、4本目ですねのお話として読ませていただきたいと思います。多分ね、それで時間的にいっぱいいっぱいかなというふうに思いますので、ではですね、本日ラストのお話を60番目の迷い人さん、こんばんは、今聞き始めましたがまだ終わらないですよねということでとりあえず今からもう一本読みます。まだ間に合いますよ。あ、びっくりした。ではですね、本日4本目のお話に移りたいと思います。これがね、ちょっと長め、ちょっと長めですねとか言っておいて、サクサクサクっと読んじゃうパターンもあるんで、一概にはどのくらいって言えないんですけれども、おそらく長めです。泉鏡花花化け。あちこちにそれ相応の門は見えるが、それも町の喧騒からは離れた場所で、古びた土塀や破れ垣の折れ曲がって長く続く屋敷町を、雨もよいの陰気な夕暮れ時、その県の長官に仕えるそれなりの身分にある信濃役人が一人、従者を従え通りかかった。知人の説法宴に参列するためであった。道中に大川が一筋流れている。その下流のひょろひょろとした馬かごも通うことのできないほど細い橋を渡り終える頃、暮れ六つの鐘がゴーンとなった。遠方の山の形が夕もやとともに近づいて、麓の影に暗く薄むみすぼらしい家の数々、小商いする店には早くもわびしい火が灯されているが、この工事にかかると
木立に深く壁に潜んで灯火一つも見えることなく非常に寂しい。道の先を朦朧として横切るものが見える。青毛の牛に乗っていく。小型の牛だというから、近頃政党から渡来した牛で荷車を引いて働くのを山の手でよく見かける。あの若造ぐらいなのだと思えばいい。荷蔵に一抱えもある怪しげな桶をつけている。ずっぽりとしたカッパを着た方が両方隠れるほど大きな雨傘を深くかぶって、後ろ向きにしょんぼりと濡れたように目の前を行く。時々とう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 と間を置いては低く口の中でつぶやくように呼んでいく。私はこれを呼んでいきなりもろこしの豆腐屋だと早合点をした。ところがそうではない。とう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 、呼び声からなり、かっこ、紛れもない油屋で、あの揚げ物の油を売るのだそうである。とう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 、穴から泡を吹くような声がかえって裏田んぼへ抜けて変に響いた。こらこら偏れ、どけどけ、威張ることにかけてはこれが本場の品の役人である。従者が隠し気張ってしかり押しのけた。とう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 、やいこれ殿様のお通りだぞ。傘すら振り向けもせず、青牛がまた裏枯れ草を踏む音も立てないのでのそりと歩む。とう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 、こんなことは前例がかつてない。墓地然として生きり立った従者がずかずかと石垣を横にすって脇蔵に踏ん張り、ふらち者めこの下郎と怒鳴って青き月に張り肘でドンとついた。ついたが蔵の上を及び腰だから力が足りない。ちょっと強く触ったというばかりでその体が揺れたようにも見えないのに、ポンと傘ごと油売りの首が落ちて落ち葉の上へバサリと仰向けに転げたのである。いやあとは言ったが、無礼打ちごめんのお国柄。それに何、たかが油売りの首など物の数ともしないのであった。が主従ともに一興を期したのは、その首のない胴袋が一煽り蔵に煽ると見るや、青牛の足が速くなってさっと駆け出したことである。転げた首の傘と一緒にバタバタと開く口を目玉をくるくると回して見据えていた役人がこの様をにらみ据えて、機械じゃくせ者、それ見届けろと前に立って追いかけると、ものの一丁とは隔たらない石垣に土塀にむぐらの道の曲がり角、突き当たりに大きな屋敷があった。その門内へつっと入ると、真正面の玄関の右脇に庭園へと続く木戸際にフルエンジュの大木が屋敷の胸を覆って茂っていた。枝の下を首のないむくろと牛はふと歩みを緩くし、東海道の松並木を行く様をしたが、愛の宿の火も見えず、ぼっと煙のごとく消えたのであった。役人はしばし呆然として門前のもやに佇んだ。格助、は、当家はこれ斎藤道三の子孫ででもあるかな。はあ、いやさ、入道道三の一族でもあろうかということじゃ。は、へへい。む、いや、わからずばよし。一応調べる。とにかく急いで案内をせい。しかし、ことさらに主人が立ち会うほどのことではない。その屋敷の三太夫が、やがて桑を下げたじいやを従えて出てきて、一同は、園児の根を立ち囲んだ。地面の少しくぼみのあるあたりを掘るのに、一桑、二
二区は三区はまでもなく、ガバと崩れて五六尺、下にうつろが開いたと思え、べとりと一面青苔に覆われた掛け鶴瓶が一具、ささくれだった口目にネズミに木を帯びた手に余るばかりのキノコが一本大きく生えている。その傘はすでに落ちているとあって、脇に物こそあれという。ここまで読んで私はまた慌てた。化けて角の生えたナメクジだと思ったが、そうではない。大いなるガマがいた。そのイボ一つずつ同門の釘角のごとしというので、その大きさも相当のものと思われる。ガマすなわち牛、キノコすなわちその人なり。古鶴瓶にはその円樹の 枝葉をしたたり、幹を絞り根に注いで大樹の雫が木を伝う雨のごとく半ば濁り半ば澄んでひたひたと称えられていた。油すなわちこれである。呆れた人々の目鼻の眉と共に動くに似ず、ケロリとしたガマが口で応用に宙に弧を描いて、とう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 と泣くにつれて、キノコの軸がぐるぐると動くと、ボンというように鶴瓶のタガがくしゃみをした。同時に霧がムラムラと立って、うつろを塞ぎ根を包み幹を登り、枝になびいたその霧がたちまち梢から雫となり、門内に降り注いで、やがて麹一面の雨となったのである。役人が真っ先に飛びのいたのは、あえて怯えたのではあるまい。装束の濡れるのを慎んだためであろう。さて、三太夫が改めて礼して送りつつ、この葉落ち葉に包まれた門際の古井戸を覗かせた。覗くと、ご老じまし殿様、あの輩がつかまつりまするいたずらと申しては、つい先日も汚れ物を洗う水にこれなる井戸からくまれまする水にはそこに深く移りまして、鶴瓶はくるくると回りまするのにいかにしても登ろうといたしませぬ。けうじゃと申して館の者大勢が立ち入れまして、力を合わせて掛け声をかけてぐいっと引きますとな、殿様ポカンと上がって二三人に弾みで尻餅をつかせ、その様を見てあははと笑うた化け物がござりまする。ひとしきり笑うてからすぐに井戸の中へ滑り込みまするところ、おのれとやつの頭目をつかみましたが、帽子だけ抜けて残りましたので、それを晒し物にしてやりましょうと生け垣に引きかけておきました。その帽子がこの頃の雨続きになんとごろじまするように核の通りと言って刺してみせたのが、雨に艶を帯びた井口に似たぶくりとしたキノコであった。やがてこれが知れると一月余り、里や麹にて油を買った。その油は上等であるのになぜか値段が安すぎることを怪しんだ人々が、いや驚くまいことか、塩よ用事よと大騒動。しかも命を傷つけたる者の命を傷つけたる者あることなしと記してやる。私はこの話が好きである。どうも嘘らしいが、雨である。雨だ、雨が降る。寂しい川の流れとともに山中の里にびしょびしょと降る。黄昏のしょぼしょも雨、雨だ。しぐれが目に浮かぶ。以上、泉鏡花花化け、あ、違う、雨化けをお届けいたしました。あれ、私これ花化けだと思ってたら雨化けっていう風にタイトルつけてますね。どっちが正しいんだろう。自分で書いててわからなくなってますね。でね、途中作中にですね、三太夫とかっていう言葉が出てきましたけれども、貴族大名などのこう金持ちの家でですね、家事や会計を預かる、まあ、執事のような男性のことなんだそうです。三太夫というのがですね、で、
なかなかこれはね、古典の知識があまりないので完全に現代語訳するわけにもできなくてですね、ちょっと難しい言い回しがそのまま残ってしまったりとかしたんですけれども、まあね、雨の夕暮れ時、中国の役人が一人ですね、まあ、道を歩いていたら従者を従えて道をこう通っていたらですね、目の前を青い牛、青牛ですね、青い牛がこう通るという、でそれが小型の牛なんだそうですね。で、近年青頭から捕らえした牛でということで、これは、何だったっけ、チンタオですか、チンタオビールのチンタオですねの方からこう捕らえしてきた牛で、荷車を引いて働くぐらいの、まあ、あまり大きくない小型の牛だそうです。でそれがですね、荷車に一抱えもあるほどの怪しげな桶をつけて、こうでっかいね雨傘を深くかぶった誰かですよね、人物ですよね、がこう雨の中をとぼとぼとこう進んでいくのを見て、やっぱこう役人ですからね、邪魔だと、うちの殿様が通ってんだから道を開けろということで従者がこう威嚇というか威張り散らすわけですけれども、相手はまあ聞こえないのかですね、何のリアクションも返してこないという、でこう腹を立てた従者がですね、こう馬を寄せて小突くわけですよ、ドン肘で、まあ、力がそんなにね不安定な蔵の上ですから、力がそんなに入るわけでもない、相手の体がそうそう揺れたとも思えないのに、いきなり雨傘をつけたままの頭がコロッと落ちてしまったというね、相当びっくりしますけれども、それだけでもびっくりなのに、今度はその頭のない胴体がこう牛に、ね、こう拍車をかけてさっさかさっさか行ってしまったという、なんでこれを突き止めようとするんですかね、キウじゃん、カイじゃんとかね、帰れよと思いますけどねそんなもん見て気持ち悪い、縁起が悪いから帰ろうと思わないもんなんですかね、まあ追いかけていったらね、あるお屋敷の中へ入っていったということで、で、まあ、この屋敷の主はですね、斎藤道山の子孫かということで、なんでここで斎藤道山が出てきたんでしょうね、まあ、美濃のマムシですよね、斎藤道山の子孫ででもあるかなということで、まあ、従者に聞くんですけども、わからんということで、まあ、一応調べるからとにかくこう、ね、家の中の人に声をかけて案内してもらうように言いなさいということで、でそこのお宅の三太夫ですね、羊が桑を抱えたおじいさんを連れてですね、やってきて、そのでっかい木の根元を掘るんですけれども、そうするとこうボコッといきなり土が崩れましてですね、かけつるべですね、井戸の水を汲み上げるあのつるべの桶ですね、あれの欠けているのが一式出てきたという、でささくれだったその口目、こうなんて言うんでしょうね、こう腐ってきたところでしょうかね、そこにこう手に余るばかりのキノコが一本大きく生えているということで、であのキノコの傘がね、すでに落っこってて、その脇っちょにコロンと転がっているということなんですが、でそれをそこまで読んでこの泉鏡花がですね、ちょっと待てと、私はこの角の生えた化けなめくじだと思ってたんだが、そうじゃないのかと、そういうことも、ね、こう途中途中にちょいちょい挟んであるんですけれども、でその隣にね、そのすぐそばに大いなるガマがいたということで、そのイボの一つ一つがですね、道門の釘角のごとしっていう、あのお寺さんのですね、山門っていうかね、お寺さんの門ですね、あそこにこう止めてある病釘のことですけれども、一つ一つがその釘ぐらい大きいっていう、あの頭の丸いこう円形状の釘が、お寺さんの門なんかに打ち込んであると思うんですけれども、あのぐらいのね、大きさのイボだというのでね、そのカエルの大きさも相当のものと思われるということなんですが、ガマすなわち牛ということで、ガマが化けて牛となり、キノコが化けて人となったということですね。でその欠けた古鶴瓶には、ま、木の円樹の雫がですね、津波の津に液、体液の液ですね、なんちゅう説明、雫というふうに書いてあるんですが、これはもしかするとあれなんですかね、樹液のことなんでしょうかね、
木を伝う雨のごとく半ば濁り半ば澄んでひたひたと称えられているということで、桶の中にそれがこう入り込んで、円樹の木の樹液ですね、それがこう桶の中に入っておりまして、でそれが油すなわちこれであるという、これ売り歩いてたということですよね、夜な夜な。でこうケロリとした我慢口で、とうということで、でこう泣くとこうキノコの軸がブルブル震えて、もんというように鶴瓶の束がくしゃみをしたという、あの鶴瓶、要するに桶の束がこう脇を締めてるあの金具ですよね、あれがくしゃみをした、くしゃみをした、はあ、池がこうボンと弾けたということですかね、と同時に霧が立って、まあ一面霧が立ち込めて見えなくなって、雨になってしまったということですね。いやでこれね、次の役人が真っ先に飛びのいたのはあえて怯えたのではあるまい、装束の濡れるのを慎んだためであろうと、着物濡れるのが嫌だったからって、いやなるほどね、あの、まあ、まず自分の身なりなんでしょうね、まあ、その、キノコ、まあ、キノコというかね、ガマとかスルベとかキノコが見つかる前からここのお屋敷ではいろいろと不思議なことが起こっていたようで、ね、こう鶴瓶がなかなか上がらなかったり、でそれでこう家の者がね一生懸命こう力を合わせて引っ張ったら、いきなりこう桶がボンと上がってきて、でその引っ張ってた人たちが弾みで汁餅をついてしまったと、でそれを見てあははと笑う化け物がいたというね、まあ尺に触る化け物でございますけれども、でひとしきり笑ってから井戸の中へこう隠れようとしたところ、頭を掴んだら帽子だけが取れてしまったという、でこれも結局キノコの貝ということなんですよね。イグチってどんなキノコだったかな、イノシシに口にキノコですね、イグチに似たぶくりとしたキノコであったという、はあね、でもあれですよね、夜な夜な油を売りに来てたのが実はキノコのもののけであったというので、その周囲の人たちはもう大騒動ですよね、ただその買った油は上等だったと、なぜか値段が安すぎるってことをふとね怪しんだ人たちは、いやーなんてこと、私が買った油はもののけから買った油だったのねということで、もう大騒動だったということですよね、ただ、その油によって命を傷つけられた者がいなかったというような、記録が残っているということです、ね、で、ラストの方は泉鏡花の、心情だと思うんですが、私はこの話が好きである、どうも嘘らしいってね、どうもこれは本当のことじゃないでしょっていうことを思いながら聞いてるんだけれども、こう泉鏡花自身はこの話がとても好きだったということでね、まあ、雨が降るということでね、今日ちょうど外で冷たい雨がしとしと降っておりますけれども、別にそれだからといって選んだわけではなくですね、たまたま、アーカイブに載せられるのを揃えようと思ったらこういう風になってしまったというだけの話でございます。ですね、やっぱりねこう1時を過ぎましたね、だいたいそんな感じかな、ね、60番目の迷い人さんね、せっかくこう来ていただいたんですけれども、本日はちょっとね、冷え込みも厳しい夜でございますので、ちょっと早めに終わりにさせていただいて、皆さんあったかい状態でね早めに休んでいただいて、明日元気に月曜日を迎えていただけたらなというふうに思いますので、ね、本日はこれにて放送終了させていただきますので、私もねこれ終わったらさっさと寝ますので、皆さんも早く寝てくださいね。で、番組の始まりにもお話しさせていただきましたが、あやかし語り第7夜8夜のアーカイブをようやく YouTube の方にアップさせていただきましたので、もし興味のある方はですね、あやかし語りで検索していただければ引っかかるんではないかなというふうに思います。で、1夜から6夜までのデータについてはですね、やっぱちょっとクレーにならないと無理かな、できるだけね時間のまとまって撮れるときにゆっくり撮り直しをしたいなと思っておりますので、でき次第また YouTube の方に上げていこうと思っております。
で、明日、そうですね。ですね、かをつけて、あ、そう、一応ね、今月、まあ、古典会談ということで進めさせていただくんですが、皆様からのね、恐怖体験、不思議体験ですとか、まあ、そうですね、古典会談ね、またこの先、もし好評であれば続けていきたいというふうに思っておりますので、こういうお話どうかしらというようなおすすめがありましたら、教えていただけたらというふうに思います。ただですね、著作権の問題がありまして、インターネットでこうやって朗読をするのはどうも著作権に引っかかってしまうようなのですね。で、こうなんかホールで人を集めて朗読するのは全然構わないんですが、インターネットでこのように朗読をして、なおかつ音声データを、アーカイブとして YouTube に上げたりとかっていうのは、引っかかってしまうということなので、まあ、著作権の切れました青空文庫さんですとか、まあ、ご自分でね、いろいろと、誤訳をしてインターネット上に上げてらっしゃる方で、まあ、読んでもいいですよというふうに許可を出していただける方のところへお願いしに行って、読ませていただいておりますので、もしもですね、リクエストなどございましたら教えていただければ可能な限り、対応させていただきたいと思っておりますので、もしですね、まあ、古典とはちょっと違うかもしれないけどとかっていうのでも全然 OK でございますので、もしね、これ面白いんだけどなというようなおすすめがございましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。でその際はですね、こちらのしたらば掲示板の方でも結構ですし、E メールアドレス、さおとめ .otome@gmail.com、 さおとめ.otome@gmail.com の方へ送っていただいても結構です。でまた、これはあ、そう、ツイッターですね。ツイッター、行案数字の2、行案数字の2、あやかし語りというアカウントで、ツイッターもやっておりますので、こちらの方でもね、まあ、もし、フォローしてやんよというような優しい方がいらっしゃいましたら、そちらの方も、まあ、随時ですね、お話ですとかそういった情報を受け付けておりますので、送っていただけたらなというふうに思っております。私もですね、ちょっと鼻が少しやばい、詰まるのかなというふうな感じになってきましたので、それではこれで本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りには気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様、おやすみなさいませ。